皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、韓国の通販、私も結構普段から周りに使ったりとかしてるんですけど、今日はその韓国通販縛りの購入品プラスその購入品を使ったルックブックを撮っていきたいと思います。今日は盛りだくさんなので、ぜひ皆さん最後まで見ていってください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していこうと思うんですが、今回その使った通販なんですけど、パステルっていう人気の韓国通販サイトのまとめアプリみたいなもので、パステル聞いたことある方とか利用したことある方もいると思うんですけど、今回私はファッションアイテムを主に購入したんですが、コスメとかもあったりとかして、すごい便利なアプリで、現時点でもアプリ内に1000ショップ以上のお店が入ってたりとか、しかもまだまだ新しいショップが毎週アップデートされているので、これからもっといろんなショップがまとめて見れるっていう感じのアプリなんです。やっぱ多いとなんか商品を見つけるのが大変とか、これ可愛いって思ったやつもあれどこだっけってなっちゃうことあると思うんですけど、ショップとかそのアイテムごとにお気に入りができたりもするし、なんかランキングとかもあったりするので、どのショップが人気なのかなっていうのも一目で分かるようになってます。しかも最近アップデートされて、自分のスタイル別に自分に合ったおすすめのショップが見れたりとか、韓国現地のトレンド情報とかもあったりするので、韓国が好きな方にはもってこいな感じのアプリなんですけど、韓国通販で買ったお洋服とかって結構届くのが遅いとか、なんかそういうイメージもあるかなと思うんですけど、検索するときになんかスピード発送みたいな感じでフィルターをかけてあげると、即日翌日発送可能なものとかがバーって出てきたりするので、そういうのも使ったりとか、送料とかもショップごとで違うんですけど、そのショップのページのトップに出てくるので、そこもね分かりやすくてとっても良かったです。ということで今回私もね、そのパステルで購入したものを紹介したいと思います。たくさんあるのでサクサクっと紹介してルックブックに移りたいと思います。ではまず一つ目が、じゃん、今着ているこちらのニットなんですけれども、これめっちゃ可愛いですよね。ネイビーのカラーと柿色っぽい感じのカラーの組み合わせがめちゃくちゃ可愛くて、これはすごい一目惚れでした。これニットになっているんですけど、全然チクチクしたりとかもせず、本当に着心地のいい感じのニットで、ゆったり着れるんですけど大きすぎないので、ニットを着るとちょっと着太りしちゃうってイメージあると思うんですけど、そういうのもあまりないんじゃないかなって思います。出してきても可愛いし、インもしやすいようなそんな感じの丈感だったので、これすごい気に入ってます。サイドにスリットが入ってたりとかして、後ろが若干長くなってるので、お尻のカバーとかもできるようになってて、結構私無地なニットを選びがちなんですけど、こういったちょっとロゴが入ってたりとかするニットも1枚持っててもすごく使えると思うので、なんかこう気分転換とかで着ていきたいなっていう風に思います。では続きまして2つ目が、じゃじゃん、こちらでございます。これはですね、スカート、ロングスカートなんですよ。珍しいと思うんですけど、すごい可愛くて、シルエットがねすごく綺麗でした。まっすぐスラーっていう感じのシルエットだったので、結構こう体型カバーもできたりとかするんじゃないかなって思います。コーデュロイの生地なんですけど、コーデュロイってものによっては全然伸びなくって、ちょっと履きづらいっていうやつもあると思うんですけど、これめっちゃ伸びるんですよね。マジでもう超ストレッチ効いてるので、履き心地もいいし、ウエストもゴムと紐になっているので全然調節もできたりとか、結構大きめにポッキーがついてたりとか、生地もスプライとかも全然なくって、冬もとってもあったかく着れそうだなって思います。スカートあんまり履かないんですけど、ちょっとラフな感じっていうか、可愛すぎないし、なんかスウェットとかと合わせたらとっても可愛いだろうなと思ってこちらゲットいたしました。他にもいろんなカラーあったので、ちょっと色違いも検討しようかなっていうぐらい気に入ってます。では続きまして3つ目が、じゃじゃん、こちらでございます。このキャップめっちゃ可愛いんですよ。ツートーンになってて、帽子のつばがちょっと色が違う感じなんですけど、これがすごい可愛いんですよね。帽子ってやっぱり一色のものだったりとかを買いがちで、シンプルなお洋服着た時とかにこういうちょっと癖のある帽子みたいなのも合わせたら可愛いなと思ってて、欲しいなと思ってたんですけど見つけて、これが色もめっちゃ可愛くて、チャコールと結構明るめのグレーのツートーンになってて、で形もすごい綺麗じゃないですか。かぶった時の形もめっちゃ綺麗で、なんか物足りないなっていう時とかに帽子はめちゃくちゃ使えるので、多分これからたくさん着ていくだろうなっていう感じの帽子ですね。では続きまして4つ目が、じゃじゃん、こちらでございます。またまたキャップなんですけど、このキャップがモコモコっとした感じの素材でできてて、これが冬なのでこういう素材のキャップは絶対使えるだろうと思ってゲットしたんですけど、キャップのスポーティー感とこのふわふわな感じのギャップもたまらないし、でふわ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 なんですけど、ロゴとかも入ってて意外とこうカジュアルな感じでも着れるなっていうので、これもすごく気に入ってます。形も綺麗ですよね。結構このふわふわなことでボリュームが出るので、割と私は小顔効果も期待できそうだなっていう風に思ってます。合わせやすいアイボリーっぽい感じのカラーのものをゲットいたしました。
はい、ということでこの4つが今同じブランドで購入したものなんですけど、今回まとめアプリなのでまた違ったブランドさんの紹介に行きたいと思います。では続きまして5つ目がじゃじゃん、こちらでございます。これめっちゃ可愛いでしょ皆さん。ヘアクリップなんですけど、ヘアクリップね、私もずっと最近使ってて、すごい簡単にヘアアレンジができるので大好きなんですけど、ヘアクリップっていうとなんかちょっとツルツルっとした感じのプラスチックっぽい感じの素材が多いと思うんですけど、これがなんとファーになってまして、なんでこんな可愛いんでしょうねファーって。これをねピッてこうつけてめっちゃ可愛くないですか。なんか意外と私は見たことがなかったので、ファーのヘアクリップっていうのをすごい新しいと思って、これからの季節大活躍間違いなしなアイテムだと思います。でこれはもうお気に入りすぎたのでもう一色買いました。6個目がこちらでございます。ブラックですね。さっきのがホワイトで、ホワイトとブラックの2色で購入しました。やっぱ私今髪の毛がハイトーンなので、こういうブラックのヘアアイテムとかは結構ね映えるんですよね。なんか逆に黒髪の方とかだったらブラウンとかこういったホワイトとか、やっぱり髪色と違った方が髪にこうつけた時に映えると思うんですけど、結構ね大きめなんですよねこれ。だからしっかりと止まってくれる感じもあって、安定感もすごくありました。はい、ということでこの2つが同じブランドのやつで、また違うブランドの購入品を今から紹介していきます。ちなみに続いてでラストのブランドなので紹介していきたいと思います。続きまして7個目がじゃじゃーん、こちらでございます。レザーのジャケットを購入いたしました。前にも私ブラウンレザーのジャケットを買っているんですけど、またそれとはねちょっと違うんですよ。でも同じやんって思われるかもしれないんですけど、ちょっと違いまして、まあ色もね全然違ったりとかするんですけど、こっちの方がよりなんだろうな、しっかりブラウンって感じ。前買ったのちょっと赤みがかった感じのブラウンだったので、そのブラウンとまたちょっと違う感じのブラウンのレザージャケットで、しかもこっちはね肩パッドが入ってないです。で入ってないんですけど、すごい形も綺麗でした。サイズ感もすごくぴったりだったし、まあ、やっぱレザーってこうエッジが効くので、すごく1個追加するだけでポイントになるし、すごくかっこいいこなれた感じのコーデが作れるかなと思うので、こういうアイテム1つ持っておいてもいいんじゃないかなって思います。では続きまして8個目がじゃじゃん、こちらでございます。これもう超可愛いんですよね。もう見ただけでうわ可愛いってなると思うんですけど、これめちゃくちゃ気持ちいいですよ皆さん。本当もうずっと触ってたくなっちゃうような感じの気持ちよさなので、今回私このグレーをねチョイスしたんですけど、他にもいろんなカラーがあったりとかして、これをもう布団にして寝たいぐらいの気持ちよさです。しかもあっ高いんですよこれが。もう超あったかくて、一回ちょっと着たんですけど、もうその時熱くなっちゃうぐらいあったかくてそうだからもう真冬とか、まあ、これからの時期ですね、めちゃくちゃ使えるアイテムだと思います。結構ボリューミーで重たいは重たいんですけど、この裾のところとこの袖口のところゴムになってて、ちょっとクシュってなるので、そのシルエットもすごく可愛いし、あとこの襟のところですね、襟が結構長めに作られているんですよ。だからこう全部ガンって締めたら首元もちゃんと覆われるぐらいの高さが十分にあるので、そこでもすごくあったかさを感じられるアウターになっております。ということで続きまして9個目がじゃじゃん、こちらでございます。デニムなんですけど、これね裾がめちゃくちゃ可愛くて、じゃじゃーん、こんな感じでダメージが入ってるんですよ。でこの裾がちょっとカーブがかってるんですよ。これがねすごい足を綺麗に見せてくれて、美シルエットなパンツでした。でもちょっと私的にウエストがでかかったんですけど、まあそこはベルトとかして調節して履きたいなっていう風に思ってます。このブリーチされた感じとかね、後ろにもあるんですけど、このヴィンテージ感がすごく可愛くて、まあ今リバイバルでその昔のファッションみたいなのも流行ったりとかしてるので、そういう感じで着られるパンツかなっていう風に思います。デニムパンツいろいろ私も持ってるんですけど、デニムってなると結構こうシンプルな合わせが多くなったりするので、そういった中でちょっと雰囲気を変えられるようなワンポイントが入っているものもすごく使えたりもするし、あとおしゃれさんにも見えると思うのでこちらゲットしました。では続いてでラストなんですけど、ラスト10個目がじゃじゃん、こちらでございます。ブーツ、私ずっとウエスタンブーツ欲しいなって言ってたじゃないですか。パステル見てたらこれが出てきて、めちゃくちゃ可愛くてこれがゲットいたしました。このつま先がもうすごいポイントになってて、
てとんがってて、ヒールもねそこまで高くないんですよね。太めでちょっと低めかなのヒールがついているので、これ一回私履いたんですけど、とっても歩きやすかったです。前がこんな感じでちょっと切り込みが入ってたりとかして、あとこの丈感もすごくちょうど良かったです。長すぎず短すぎずな感じで、パンツとかもインしやすかったりとか、まあそんな癖のない感じのシンプルなウエスタンブーツなので、いろいろなファッションいろいろなアイテムと合わせやすいかなっていう風にも思います。はい、ということでこんな感じで購入品以上でございます。結構たくさんあったと思うんですが、今からですね購入品たちを使って着回しルックブック1週間分7コーデですねやっていきたいと思います。ではどうぞ。When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. We could spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. I don't wanna feel like we're wasting time. Tell me, should I go and call up a taxi? We can make out foreplay in the backseat. Please tell me now how that all sounds. You can sleep in while I make breakfast, watch cartoons and talk about exes. And if you're happy, stick around. I just feel like this is worth the risk. I never felt a fire like this. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. Right here, right now, we're running out of things to talk about. Right here, right now, I'm about to let the truth come. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? You tell me now. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? Keep my feet on the ground. Right. If I told you right I was now. Ready right this minute, do I just you wanna think that it would lay turn you down. On? I just feel like you need it's to clean. If I told you so I was ready right this minute, would you just run off? If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? It's a raining day, can't see the yellow lines anymore. The next exit has a change, then I know what I'm praying for. Set me free from the chains, on my hands and feet I wait. It's like lusting for a woman who only wants a millionaire. She said, you know me, you can find me at the halfway cone, by the open phone. I'm a lover, not a runner, so I think I'll let you kiss me once. She said, you know me, you can find me at the halfway cone, by the open phone. I'm a lover, not a runner, so I think I'll let you kiss me once. Yeah, it's a quarter to three. By the time I hit the hotel, keys on the floor, falling deep into the cheap smell of 409 and knockoff pie. Phone starts to ring, but it's all in my mind. She said, you know me, you can't.
というわけでいかがでしたでしょうか。本当にどれも着回しの効くアイテムだっていうのは皆さんにねお伝えできたかなと思うんですけど、今回その私が使ったパステルっていうアプリなんですけど、本当にめちゃくちゃ便利で、やっぱこういろんな通販がまとめて見れるアプリってすごい便利じゃないですか。行ったり来たりすることがなくなるので、いろいろ比較だったりとかもしやすいと思うし、まとめて一つのアプリ頼めるっていうのも時短にもなると思うので、ぜひぜひ皆さん使ってみてください。概要欄にもね詳細載せておくので、気になった方はぜひそちらからチェックしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。She said you